えー、東方新規デビュー15周年おめでとうございます、えー、15年という時間は長い時間ですが、えー、一心に活動を続けてきた2人にとってはあっという間の時間だったかもしれません、えー、スーパースターとなった柚乃とちゃんみんですが、えー、まだまだ、えー、世界中の人たちに熱いステージだったり感動夢と、えー、かっこいい何よりかっこいい2人を、えー、もっともっと届けてください えー、そして今回、えー、そんな記念すべき15周年のイベントに参加できることを楽しみにしていたんですが、えーまあ、世界中で猛威を振るっているコロナウイルスの影響で残念ながら見送りとなってしまいました、えー、こういった気持ちはまあ自分だけじゃなくてバンドメンバーダンサーさん、えー、そしてスタッフさん何より皆さん同じ気持ちだと思います、えー、東方新規のステージでは、えー、毎回、えー 感動だったり熱い気持ちをいただけるわけなんですが、えー、こういった理由で東方チーム皆さんに会えないのはとても寂しい気持ちでいます。なので、えー、この危機を乗り越えて、えー、また皆さん元気に東方チーム全員で集まれる日をとても楽しみにしています。えー、改めて、ね、ゆのちゃんみん、15周年おめでとうございます。